最高裁判所長官の大谷直人です我が国が欧州評議会のオブザーバーとなって25周年を迎えるにあたり日本の裁判所を代表してご挨拶申し上げます最高裁判所は欧州評議会の司法機関である欧州人権裁判所と1997年以降 判事が互いに訪問し合うなどのの形で双方向の人的交流を行ってきましたまた2017年には当時の寺田最高裁判所長官とライモンディ欧州人権裁判所長官との合意により欧州人権裁判所内に日本とのコンタクトポイントを務める判事が指定され最新の判決や決定を 相互に参考相付する取り組みが開始されその運用が積み重ねられています日本は欧州域外の国であるにもかかわらずこうして我が国の裁判所と欧州人権裁判所との良好な関係が構築されていることを喜ばしく思っています改めまして関係者の方々には感謝申し上げます 今現在世界では新型コロナウイルス感染症の拡大が人類に大きな脅威を投げかけておりこれに立ち向かう懸命の努力が続けられていますその一方で紛争等により個人の人権が軽視される事態も悲しいことに後を絶ちませんそのような中にあって社会の変動にも留意しながら 欧州人権条約さらには普遍的価値を有する人権について解釈し事案の解決にあたる欧州人権裁判所が果たされている役割は極めて大きなものがあると思われます。我が国は欧州とは異なる文化的歴史的背景を有していますが それぞれ司法機関として果たすべき役割には共通する面も多いと思います最高裁判所と欧州人権裁判所との人的交流判例交流感はその意味で大変有意義なものと言えるでしょう新型コロナウイルス感染症の世界的流行により直接お会いすることが難しい今だからこそ これまで培ってきた関係の重要性を再認識しております今後もぜひこの良好な関係を深めていきたいと思います2019年には欧州人権裁判所の設立60周年2020年には欧州人権条約制定70周年を迎えたと伺っておりますこれまでの長年の欧州評議会 欧州人権裁判所の営みに改めて敬意を表し今後の一層の発展を記念して私の挨拶を終わりにいたします。